どうも皆さんこんにちは、カイチャンネルのカイトです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。 iOS 17で様々な機能が追加になってニュースとか話題にもなっていますが、実は iPhone がより多くの人にとって使いやすい機能が搭載されました。それがアシスティブアクセスです。ちょっと難しい横文字があるんだなという印象があるかもしれませんが、一言で言えば iPhone を楽々スマホにできるという機能です。 Android 系にも楽々スマホっていうのはあると思うんですけれども、画面がうまく反応してくれない、処理速度が遅いといった問題があるというふうに僕の周りでも聞くことがあります。しかし iPhone のタッチ反応であったり画面の滑らかさ、処理速度というのは全然違います、他のものと比べて。Android でも全然違うっていうのがあるんですけれども、今回は iPhone のお話ということで、ぜひ高齢者の方であったり障害のある方にとって分かりやすい、見やすい機能になっていると思いますので、ぜひご本人はそうなんですけれども、解除される方、福祉サービスの支援のに関わる方にも知ってほしい機能の一つですので、よかったらご覧ください。また家族の方であったりとか、こういう機能あるんだっていうふうに興味を示していただけたら、方もぜひ参考になると思いますのでご覧ください。それでは早速いってみましょう。この機能には設定がまず必要です。今回は初期セットアップから設定方法の解説をしていきたいと思います。チャプターをつけてますので、気になるところからぜひご覧ください。まず必要なものについてまとめます。iOS 17対応の iPhone、Apple ID ですね。これはご本人の Apple ID が必要になりますので、ないという方は用意していただければなというふうに思います。そして必要なアプリ、LINE であったりとか、Google 系のアプリなど、各自で必要なものを事前にダウンロードしておくことをお勧めします。では、まず iPhone の初期セットアップから見ていきたいと思います。まず iPhone を開封していきたいければ、まず iPhone の初期セットアップから見ていきたいと思います。まず iPhone を開封するところからですよね。やっぱり買った時の開封するこの喜びというのは結構、僕はちょっと Apple 好きなのかなんかだからなのかちょっとわからないですけど、すごく嬉しいものがあると思います。その開封をしていただいて、まず iPhone のまず iPhone の初期セットアップからやっていきたいと、まず iPhone の初期セットアップから行っていく、まず iPhone の初期設定セットアップから解説していきたいと思います。まず iPhone の電源を入れていきます。正面から見たときに右側にあると思います。そのボタンを押して電源を入れていただき、そしたらハローこんにちはとか出てくると思うので、そこをスライドしていただき、設定を始めていきます。まず画面に表示されるテキストとかアイコンのサイズの設定から始まります。その後 iPhone の Wi-Fi であったり SIM の設定というのをしていきます。そして4つ目が自分用またはお子様用に設定するの中で、今回動画をご覧の皆さんとは自分用の設定で問題ないかと思います。小さなお子様が使う場合はお子様用と設定していただく必要があると思いますが、今回は自分用というふうに設定していただければというふうに思います。その後データのアプリの復元の転送の項目で何も転送しない、その後5番目がデータとアプリの復元または転送するの項目で、Apple ID を持っていないという場合は何も転送しないを選択してください。その後その端末に応じた生体認証の設定に入ります。 iPhone の顔認証であったり指紋認証、そしてパスコードの設定、数字などの文字を設定してパスコードの設定をするので、これは忘れないように注意してください。紙に書いてどこか安全なところに保管しておくというのも手だと思います。その後、Apple ID 持ってない方に向けて今回説明してますので、Apple ID の設定について見ていきたいと思います。まず、画面の案内に従い、メールアドレスを作成していきます。メールアドレスは自分の好きなものを、分かりやすいものを指定していき、
パスワードは絶対誰にもわからないように大文字であったり小文字のアルファベットを、そして数字をもうごちゃ混ぜにしたような感じで作っていただき、まあ、それをまあメモをして安全な場所に保管しておいてください。ここで指定したメールアドレスというのがアップル ID になります。その後クレジットカードや請求先の情報という項目が出てくるんですけれども、課金をしないよっていうそういう方であればなしをここでは選択してください。実際に購入とかしない限りは課金されることは一切ないので安心できます。その後電話番号の確認であったり本人確認時に役立つもの、二段階認証などはオンにしておくことをお勧めします。必要な時にアカウントの復旧もできるようにできるようなものもあります。そして Apple から設定が完了するとメールが届きますので、メールアドレスの確認作業というのも忘れずに行ってください。これで Apple ID はできます。その後その他の機能を設定していただき、晴れて iPhone の初期セットアップは終了です。そして次の段階なんですけれども、次は必要なアプリを App Store でダウンロードをして、そのアプリごとの設定をしてください。予約アシスティブアクセスの設定に入ります。まず設定のアプリを開いていただき、アクセシビリティからアシスティブアクセスを選択して、アシスティブアクセスを設定というところをタップしてから続けるというボタンを押してください。 Apple ID の確認が再度あり、ホーム画面に表示されるアプリのレイアウト、今画像出ていると思いますけれども、レイアウトとアシスティブアクセス用にデザインされているアプリの項目というのを選択します。ここで必要なアプリを、まあ、入れていくようなイメージです。そして先ほど設定しましたデバイスのパスコードですね、初期設定で使ったパスコードを入力します。そしてここでちょっとややこしいなというのが、アシスティブアクセスのためにまた別でパスコードを使わないといけないので、まあ、数字なんです、4桁なんですけども、そこを押して設定していただくというのがあります。これも忘れずにメモをしておいてください。これで iPhone の楽々スマホ化は完了となります。ただこれで完全に楽々本みたいな使い方しかできないというわけではありません。サイドボタンまたはホームボタンを3回トリプルタップをすると、アシスティブアクセスのパスコードという画面が出ますので、そこでアシスティブアクセスのために設定したパスコードを入力すると普通の iPhone に戻ります。戻せないということはありませんのでご安心ください。はい、ということでここまで難しい説明も多々あったと思いますが、少しでも分かりやすくなっていれば嬉しいです。この機能から徐々に iPhone に慣れていくということを押していただけると、より快適にストレスなくスマホのある生活というのが送れると思います。また分からないこととか質問とか、ここ分からなかったよ、これどんな意味かなっていうのがありましたら、もう気軽にもうコメントをください。そしたら可能な限りで返信をさせていただきます。皆さんにとって素敵なスマホライフになるように、僕もできることはやっていきたいというふうに思っています。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったよという方は、チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの登録もお願いします。カイチャンネルのカイトでした。バイバイ。